ミクロヒメカメレオンとは、ヒメカメレオン族に分類されるカメレオンの一種である。マダガスカル沿岸の野支原島に生息する。2012年2月現在世界最小の爬虫類とされている。その大きさは、マッチの先に乗る程度の大きさで、成長しても体長は29ミリメートルほどにしかならない。バイエルン州立動物学博物館のフランク・グロウの 調査隊が、マダガスカルの森を8年間探査して発見した。本種は2007年のフランク・グローラの論文中で、ブルックジア・ SP ・ノージー・ハラとして言及されていたものである。体が小さいことから、ギリシャ語で、小さいを意味する、ミューヨタカッパローをラテン文字化したものを、種賞名として、ブルックジア・マイクラという学名が付けられた。 ミクロヒメカメレオンが生息する、野支原島の森オスの体長は、最大で約16ミリメートル程度で、メスも30ミリメートルを超えることはなく、有用ク類の中では2012年現在、確認されている中では、世界最小である。同様に小さいミニマヒメカメレオンと比較すると、ミクロヒメカメレオンは、尾が短く、頭が大きい。トカゲの大きさは、 その生息環境の資源に依存すると考えられており、当初はイカと呼ばれる。成長すると尾がオレンジ色になる。ミクロヒメカメレオンは2003年から2007年の間にマダガスカルの北部沿岸の小島で捕獲された。日中は腐葉土の中で生息していることが多く、夜は枝を10センチメートルほど登って、そこで眠る。 フランク・グローと共に調査に当たった、ヨルン・コラーは、ミクロヒメ・カメレオンが生息する地域では、違法な伐採が行われているため生息域が、破壊される、危険性があると指摘する。ABCDEFG、グロー、コラー、タウンゼインド、ベンシズ・ハット・フェロン、ジェシカ、ブルックジア・マイクラ、ワールズ・スモーレスト・カメレオン、ディスカバード・イン・マダガスカル、 グローバルポスト、2012年2月16日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2012年2月15日閲覧。ツーカーマン、ウェンディー、イッツイビッツィ、ティーニーウィーニーカメレオンズ。ニューサイエンティスト、httpww.newscientist.com、アーティクル、DN21478 イッツイビッツイ。 ティーニーウィーニーカメレオンズ HTML2012 年2月15日閲覧。マン、アダン、ワールドス・タイニストカメレオンズファウンドインマダガスカル。 w i r d h t t p w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  i r d c o m スラッシュ wiredscience スラッシュ2012スラッシュ02スラッシュ tiny-chameleons スラッシュ年月日閲覧世界最小の爬虫類新種ミニカメレオンナショナルジオグラフィック公式日本5サイト 2016年6月13日閲覧 A.B. モステイン、アンドレアワールズ、タイニストカメレオンディスカバード、ライブサイエンスオリジナルの2012年2月15日時点におけるアーカイブ。https://www.webcitation.io/n.0rg/65soqf8if。url イコール <laughs> http://livescience.com 18481<ー><ー><ー>ワールドタイニストカメレオンディスカバード HTML 2012年2月15日閲覧デイビーズエリアタイニーリザーズファウンドインマダガスカル bbcnature,http コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュネチャースラッシュ170289402012年2月15日閲覧。ワールズタイニストカメレオンディスカバード。トロントさん、クエビコアメディア。2012年2月15日閲覧。ありがとうございます。